まあ、出だし非常にソフトに入ってしまったところで相手にやられてしまったんですけど、しっかりとそこから修正して終盤まで戦い切って勝てたのが良かったかなと思います。はい、それでは質問を取ります。ご質問なんか、はい、お疲れ様です。まあ、ホームでちょっと厳しい負けしてからまずロードで2つ勝ったっていうことの意味、今どう感じますか？そうですね、まあ、ちょっと少しその前に、ブレイクがあって、で自分たちが本当に結構ギリギリのラインのところなので、やっぱり練習もそうですし、試合を通してやっぱり成長していかなきゃいけないっていう中で、それがこう休み明けしっかり気持ちを作ってやらなければならないところで痛いというか、非常に残念な悔しい結果を出してしまった中で、しっかりと切り替えて、アウェーでまず一つ勝てたっていうのはすごく大きかったですし、ただやっぱり勝ち続けるっていうことは非常に難しい中で、学べてきたことがあったので、またその中から今日の試合につなげて、よくない入りではあったんですけど、ただしっかりとゲームの中でも自分たちしっかりとこうお互いをコントロールし合いながら戦い切れたっていうのは非常に大きかったのかなとは思うので、やっぱり一人一人のタレント力がすごく高いチームなので、そこは抑えたいっていう思いの中で、出だしがそれができなくて簡単なポイントを取られてしまったりとか、またその中でリバウンドを簡単に取られていいリスクを得られましたし、やっぱりそこはもちろんこう完璧はなかなか難しいですけど、やっぱり40分間やり続けなければならない部分ではあったんですけど、ただそこにしっかりと自分たちがフォーカスして、2ミリ以降をしっかり切り替えて、コートで表現しようというところをしっかり出せたところは大きかったかなと思います。それのきっかけ作ったのは多分ザックかなと思うんですけど、彼のトリプルダブルに関しては。そうですね、なんか非常にこうエナジーを持って戦ってくれて、ゴール下で非常に体を張ってくれるので、僕らとしてはすごいありがたいですし、本当にいいタイミングで、オフェンスの面では僕はパスもらえるので、簡単に点を取らせてもらっているシチュエーションもたまにありますし、非常にこうチームの核となっているというか、オフェンスの部分では非常にいい動きをもたらしてくれる選手だと思うので、僕らはやっぱりこうテンポを早くやる中でしっかりとボールを動かして、全員でこう動きながらオフェンスを機能させていきたいので、誰かがじゃあ一人で簡単に切り崩していって全部クリートできるかっていう、そういうバスケットではないので、そういった意味ではスティーブはそこのかなりこう何でしょう、肝じゃないかなというか、核になっているというか、ところだと思います。ありがとうございます。他にご質問ございますか？星野と申します。お疲れ様でした。2クオーター群馬を8点に抑えて、で攻撃では31点取ったということで、その奮起をしたきっかけっていうのは何かあったんですか？何か大きなきっかけがあったっていうことよりも、そもそもやっぱり自分たちがダメだよねっていうのはやっぱりみんなが理解してたので、そのイメージをしっかりとみんなが理解してコートでやらなきゃいけないっていうところに持っていけてるっていうことが非常に良かったのかなとは思います。どうしてもうまくいかないときに何がいい悪いっていうことではなくて、それぞれは頑張るんですけど、どうしても違う方向に向いてしまったりするシチュエーションがあったりとか、そのお互いが向いてる方向がちょっと違うことが起きることがたまにあったんですけど、ただ今回はしっかりと全員が同じイメージを持ってそこに対してしっかりとこう全力を注げたっていうところが非常に大きかったかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ここは以上です。はい、それでは以上で終わります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。